飛び入りの気流、快進撃が止まりません。おっと、今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ネガスの地下リングチャンピオン、ゲリー・バスターホース。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルさん。即死と復調し、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。すぐ終わらすね。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。キリュウ、東城会の100億と、ユミと水木って女の話だったな。
東条会三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東条会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が効いて呆れるぜ。100億を奪ったのは由美って女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東条会で裏取ってるうち、妹の瑞希が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで瑞希の娘はるかか。なんだって？東条会は瑞希の娘を探している。はるか今俺と一緒にいるんだ。はるか、そうだったのか。おととい顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確かはるかだった。それが由美か瑞希ってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれが由美って女か瑞希って女かもわからねえ。得体のわからん奴とは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ、足元注意しろ。何？驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、地下、何があったんだ？奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か、なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか？ボス、10分前の映像です。ん？トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。伊達さん、
すまねえ、ハルカが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。私は引っかんでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。その後は知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組のやつらだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。伊達さんはセレナで待っててくれ。だがそれじゃ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろよ。待て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 
いらっしゃいませ。ありがとうございました。久しぶりやの、キルちゃん。わしゃ、嬉しゅうてたまらんのや。道島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。キルちゃんならわかるやろなあ。おり、ハハ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 言うたやろ、キルちゃん。わしゃ、お前と勝負できりゃそれでいいんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジやなあ。もうこれ以上じらすなや、キルちゃん。行くで、勝負や。Yeah!
っぱりごついぜ、お前は。それでこそキリュウちゃん。まだまだ行くぜ。勝負はついた。はるかを返せ。アホ。死ねや、キリュウ。おやじ、なんで？キルちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジム、おやじ、おやじ、おい、救急車だ。早くしろや。おじさん、はるか、怖かった、怖かったよ。遅くなったな。すまなかったな、はるか。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん、誰だ、キリュウ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ、お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い、お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん、大事なお守りだから。これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか。うん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん顔は覚えてるか。真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を。うん。何者なんだ一体。さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。